どうもこんにちは、天気です。最近僕は戦いの世界に身を投じすぎていたので、今回は一休みを兼ねて釣りをしたいと思います。すごいところでしょ。Let's fishing! このゲームなんか左上に実績なのかわかんないけど、なんか目的みたいなのが書いてあるんだけど、日本語化されてないせいで何もわかんないんだよね。チュートリアルの時はなんかヒントみたいなのが出てたのに、まあだから今回はちょっとそういうの無視して釣りを楽しみつつ、なんかしていければなと思います。釣り以外何するんだろう、このゲーム。じゃあ釣っていこう。このね、元から持ってた釣り竿を使って、釣っていきますよ。よいしょ。かっこいいでしょ。この変なね、ちっちゃい魚を餌にして釣るからね、こんな汚いところで釣れる？たとえ釣れたとしてもあんまり食いたくないんだけど、河川敷とかで魚漁ってるような YouTuber じゃないから俺は、こんなところで手に入れた魚は処理できないんだけど。まあ、とりあえず、釣るか。よいしょ。で、この色々あるんだけど、F を使うと、ウィッとズームできる。お、来た！もう早速来た。で、この、今のストライクって書いてあったのかな？に合わせて、左、いや、こんな説明いらねえな。釣りますよ。グワンとして、グワンとして。あ、釣れた。余裕すぎる。こいつの顔好き。自分で設定したのにこんな顔になると思わなかった。ほんと面白いこいつの顔。ずるいよちょっと。なんだその顔。今回はリリースで。まああれがリリースなのかどうかわかんないけど。どうしよっかな、ここでもう一匹ぐらい釣ってもいいんだけど。別のところ移動してみたい気もするんだよな。もう一匹だけ釣って移動します。このゲームオープンワールドで結構広そうなんだよ、世界が。山が、あ、見えるわ。山があるんだけど、あそこ行けんのかな？行けたとしたらめちゃめちゃいいゲームなんだけど。あ、なんか来た。ちっちゃ。騙されんぞ。騙されんぞ。来た！よいしょ。なんか根がかりしたみたいな感じになってんだけど、どうなってんだこれ。おい、強っ。なんだこいつ。え？なにこれ。おい、ちょっと釣り名人助けて。根がかりしたのかこれ。え？どうした？なんか、明らか回んないね。スペース？ああ、なん、全然違うところだった。歯がむき出しになってる。なんかムカつくんだけど。いや、いい笑顔だ。今回ちょっとこれ見てみるか。そんな、生きれるほどのデカさかな、これ。いや、まあ、初めての釣りにしてはいいと思うんだけど。そんな生きるほどか、これ。変な顔してる。お前、どんな服装だよ。ここで皆さんにお知らせがあります。私、この画面から抜け出せません。どうやって抜け出すのかも全くわかりません。進みます、このゲーム。なので、私は、ウィンドウボタンを開き、このゲームを一度消します。いやー、偉い目にあった。マジで、あの戻り方、知ってる人がいたら教えてほしい。このゲーム日本語化、さっきも言ったけどされてないから、何も言ってることがわかんないんだよね。たまになんかナレーションでさ、ワンちゃんファン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 って言われるんだけど、何言ってるかわかんないから、釣りするしかないんだよ。あ、釣りのゲームだからそれでいいんだろうけど。で、まあ、ちょこっとチュートリアル的に、あそこの汚ねえドブみたいなところで魚を釣ったんで、別のところ移動しようかなって思います。ちょっと良さげな灯台あるから登ってみるか。いいなぁ、なんか。うわぁ。なんだろう、特に感想も出てこねえわ。うわぁ、つったけど。俺住んでるところ割と田舎だから。割と見慣れてるわ。割とって2回行ったな。あーでもこっちは良さげじゃん。なんであそこがあるのにこんな汚ねえところで釣らせたんだか。あっち行こうぜ、あっち。あ、そう、さっき言ってた山ね、あれ。あそこ登れたらこのゲーム最高なんだけど。行けんのかな？なにこれ。ん？おぉ、なんだ？な、ハテナある。うわ、すごい、ドローンみたい。うわ、スピード感あるな。何してん、これ。え、オープニング？オープニング入るの、これ。うわーって左下ら辺にロゴ入れとけばいい？何だったんだ、今の。じゃあ、ちょっと移動しようか。とーよいしょ。せっかくなら大物釣りたいよな。なんだ、こいつ。変なマスコット。あれにはあれの味があんのかな。またいるわ。いや、久しぶり。お、この橋から先は初めてだ。
ここで釣ってみちゃう？あ、取れた。よかった。ここからは通れませんみたいなんだったらちょっと悲しかった。ここで釣ってみる？ここもまあまあ汚い。ここら辺汚くね？なんなの？ちょっとテンション下がるな。綺麗なところ行きて。うわー、こういうのあった。水に浮かぶ葉っぱ。これなんかね、夏かな？夏増殖するよね、こいつ。多分この川ブワーっていける勢いだと思うんだけど、まだ夏到来してないのかな、ここは。季節いつなんだ、これ。まあじゃあちょっとせっかくだから、釣ってみるか。おお！餌どこ？あそこだ。やっぱこの F は見やすくていいよね。釣り竿がブルンブルンいってるわ。来ないかな？汚すぎて魚の姿見れないよ、これ。魚いねんじゃねって思ったら、来た。あいつは食ってくれる。もう若、あれ？どっか行っちゃった。甘くねえな、釣りって。ダメだったからもう一回チャレンジだ。今さっき、ここら辺で魚跳ねてたから、飛ばしてみよう。えい。ちょっと手前すぎるな。もうちょい奥が良かったんだけど。今釣り竿の頭があるらへん。あそこらへんが良かったな。まあちょっと待ってみるよ。全然来ない。もっと遠くに行こう。もっと遠くならきっと、水も綺麗だし、いい魚も釣れる。なんだこの歩き方。オープンワールドのゲームだと普通だけど、こういう釣りのゲームにおいて、ジャンプができるのって結構面白いよね。割と、どこでも行けるというか、何でもできる要素になりうるジャンプだから、あるのとないとじゃ、結構気分が違うよね。俺だけかな。ジャンプあるってはしゃげるタイプの人間。これこっち行ったところで、水きれいになるかな？もうなんか水どころか、そもそも水が、ない。いや、でも水、澄んでないか？あっちより断然澄んでる。いいとこ来たんじゃない？もうちょい奥行こう。澄んでるよね、明らかさっきより。草が多いからかな。草が多いから、澄んでるように見えてるだけ？さて来たけど、よくわかんないな。なんか、穏やかな BGM 流れてきた。けど、俺の心はそんな穏やかじゃないぞ、今。澄んだ水を探してるんだ、俺は。あ、またなんか、展望台ある。なにこれ。ロケ、なんもわかんないって、ほんと。一瞬だけだと、ほんとになんもわかんない。また登っていくけど。これもまたさっきのドローンある？見せてもらおうか、ドローン。2回目のドローンです。ああ、こういうナレーターが時々入るのよ。でも何言ってか何もわかんないの。このハテナは何なんだ？ちょっと行ってみるか、ここ。この手前の384号路線やってるやつ。ちょっとあそこ行ってみるか。あそこだったよね。じゃーん。ナレーターの話は何もわかんないんで、とりあえず無視していくけど、仮になんか、めちゃめちゃな悪口言ってたとしても気づかないよ。なんか、ほとんど、釣りしてなくね、俺。釣れたの最初の2匹だけだからな。ちょっとせめて、釣って終わらせないと、こんなクソ動画ないよ。ああ、マジでなんか、懐かしいな。いや、全然外国住みじゃないんだけど、こういう岩場は行ったことねえな。自然はよく子供の頃、駆け回ってたから懐かしい気分になるわ。今日釣りしに来たんだけど、うわ、ああいう橋あるよな、田舎に。あったあった、うちの近くにもあったよ。うちの橋、うちの橋じゃねえ、うちの近くの橋、こういうの2箇所あったんだけど、低いところにあるタイプとなんか高いところにあるタイプがあって、高いところにあるやつめちゃめちゃ怖かった。あそこなんか気持ち、人間が通るだけでも、グワングワン揺れてる感じがして、ちょっと怖かったな。で、ここが、さっきのなんか、マーカー出てたところ？ハテナの。もうちょいあっちか。なんか、よく海見てる。なんか、あれの名前なんだ。そもそもあれはそれなんか、あれはそれなんか、なんだこれ。あ、漏れた。これは知らねえな、こんなことするの。楽しいわ。よいしょ。お、なんだ。ロケーテッドニューなんとかかんとか。読めねえなら読むな。で、なんだこれ。モニター？全然違う。そんな最新じゃない。お、
インタラクト。え、なにこれ、車呼べるってこと？移動？いや、まあ今はいいや。あ、動画一番最初に挨拶したところみたいな場所だな。釣りするっつって実況開始したのに何もつ、いや、それは嘘。全然釣ってねえな。でも俺、こういうオープンワールドのゲームってただただ歩いてるだけで、すんごい胃が紛れるというか、そのままでもいいみたいな。おお、なんかちょうど腰ら辺にありそうだな、これ水。渡れる渡れる。よしよし。こういうところはあんまり来ないよね、普通。ちょっとここで釣ってみる。魚の影、影も形もないけど、餌垂らしたの来てくれるかな。なんか普通に怒られそうだよな、こういうところで魚釣ろうとすると。君、何やってんのって。すいません、ちょっと釣り、ここら辺あんまり入んないでくれる？あ、はい、すいません。ただただ怒られてるだけ。お、なんか来た。お前さっき見たな。どうせなら目新しいやつ来たー。釣るぜ、釣るぜ。もう、これでもかってぐらい釣ってやるよ。ほら、ほら。よいしょゲットだぜ。なんとも形容しがたい顔してるこいつ。そのサイズで生きるな。ほんといい顔するよねこいつ。クリエイトしてて適当にちょろってやっただけなんだけど、面白い顔ができて超満足してるわ。釣りに満足しろ。 PC ゲームはだいたいね M でマップを開くんだけど、どうやら濁った湖につながってる川の上流になんかすごい深そうな、これも湖かな。まあ湖か。湖があるんで、ちょっとそこ行ってみようかなって。こんなところ行っても拉致が開かねえんで、行ってきます。長い旅になるぞ。わ、なんか、いい感じの滝が見えてきた。何がいいかは、説明が難しいけど、いいよな。ちょっと釣ってみる、ここら辺で。この勢いの強いところで、何が釣れるか、釣れないだろうな。めちゃめちゃ住んでない？いいやん。ここだけかな。影が綺麗すぎて、住んでるようにしか見えん。えい。おーい、どこ投げとんねん。でもやっぱさっきのところで住んでる気はする。ふーむ、魚釣りは実況には不向きなのかもしれん。待ち時間が長いとどうしても次の場所に行きたくなってしまう。実況っていうか、俺不向きかもしかして。ちょっと実況歴の浅さが如実に出てしまったんですが、僕この手のゲームで 3D 用意するということを忘れてて、2、30分ぐらい調子こいてヒャッホーって騒いでたんですけど、めちゃめちゃ匂いましたね。もしかしたらここまで見てくれた方も酔わせてしまったかもしれません。ちょっと最初に注意ぐらい入れときます。ダメだ。頭がぐるぐるで働かねえ。いや、よく実況者の方が最初にマウス感度をいじる意味が分かったよ。いや、今日も勉強した。いや、現実で来たら楽しいんだろうな、こういうの。画面用意もしないし。でもいざ行くってなったらちょっと億劫だよね。こうやって歩いてる時は楽しいんだけど、それ以前が本当に億劫に感じてしまう。みんなそうなのかな。ついとこ？いや、もうちょい広い気がするな。もうちょい先だ。どうせならここでも釣ってみるか。釣れるやつは変わるかな。ゲームだからってそんな簡単には釣らせてくんねえや。またこいついるわ。なんだか懐かしい気分にすらなるわ。いやー、もうちょっとだよ多分。この道あと数十メートルとかですんげーでけえところ見えるはずだから待ってろよ。まあ俺と違って皆さんは多分ものの数秒後だと思うんですけど。お、着いたんじゃない？いや、いい感じ。広い。やっぱダントツで広いな。よいしょ。あ、住んでる。さっきよりは断然綺麗だ。釣りてえ。ここで釣ってこの動画を締めよう。ちょっと想像よりも長くなってる気がする。10分程度にしよっかなって思ったんだけど、釣りもしないでペラペラ喋ったせいで変に伸びたな。あと画面用意したせいで数十分休憩してたから、いやー、まったくひどいもんだよ。お、今なんか跳ねてたな。釣りてえ釣りてえ。釣らせてくれ。餌もミミズに変えたから、こういうところの釣りはミミズって評判なんだ。あの橋の上から釣ってみる？ああ、いいんじゃない。魚が来たら分かりやすそう。ちょっとこういうマナーの悪いこともしちゃって。一人称だと見づらいけど、影でめっちゃ出てるわ。めちゃめちゃ柵の上に上がってます。よし、釣ろう。釣らせていただきますよ。へい。これ、動物の森みたいに魚のいる場所に投げないといけないのかな。
だとしたらかなり難しいんだけど、たまに見かけるけど、そんなところ投げらんねえし。うん、びっくりしたわ、何？どうしよう。長文で、よそ者は出ていけみたいなこと言われてたら、全然わかんないよ。とりあえず入らせていただきます。あ、なんかここら辺で車とか借りられねえかな、さっきのみたいに。いやー、どうせなら借りればよかったぜ。てか、ちゃんとした釣り場じゃないと釣れない可能性ってあんのかな。いや、でも俺普通に釣ってたか、変なところで。あれ釣ってたっけ？もう忘れちまったや。ちょっとこっから釣ってみようか。うわっと。オッケー。この柵の上に乗るのも慣れてきたぜ。よし。あ、ちょうどいるやん。いったれ。もうちょいこっち来ようぜ。あいつ。ちょっとあいつ狙おう。もうあいつ釣るわ。せい。ん？よくわかんないわ。これどうやって、あ、できた。できたけど。いや、ダメだな。興味持ってもらえない。ここら辺で待ってみる？うわぁ。なんてパフォーマンスだ。完全に俺に気があるぜ、あいつ。おい、釣られてくれよ。おい、こっちだよ。いいぞ、やっぱ水が濁ってないと魚がいるかどうかもわかりやすいわ。あの餌はそんな美味しそうに見えないか。なんかね、さっきからちょろちょろ、息吸いには来てるんだよ。でも餌の方に来ないから、あえてみよう。なんか、新しい餌持ってるわ。なんだこれ。ホットドッグって書いてある。魚用じゃねえだろこれ。猫でも釣る気か？やったろうぜ。いやーダメだな。ソーセージじゃ釣れねえ。いや、釣りてんだけどあいつ。でかー。完全にあいつは俺に気がある。ずっと俺の周りうろちょろして、なんか俺からアタックしてほしそうにこっちずっと見てるわ。ダメだ。本当に全然釣れねえ。どうしよう。釣って終わらせたいのに。お前釣らせてくれよ。逃げてったね。くっそー。ちょっとあっち移動してみるか。めちゃめちゃ暗くなってきた。怖っ。え、怖っ。13日の金曜日とか始まりそう。始まるって概念で合ってんのかな、あれ。ホラーゲームじゃん。あ、でもなんかいるわ。こいつでいいから釣りたい。逃げてったー。ちょっと釣り竿構えただけじゃないか。魚、あれ。なんか糸引いた瞬間に来た。うわ、もうダメだ。魚釣れないし、また画面用意するし。うわ。